何カッコつけてんのよ、はじめちゃん。うわっ、うわっ、うわっ、殺す気か、みゆき。ごめんなさい。相変わらず仲がよろしいことで。クリス君。なんでお前がこの船に乗ってんだよ。お言葉ですが金田一さん、そもそもあの島の財宝は僕の先祖のものなんですからね。今回は負けませんよ金田一さん。宝は僕が見つけてみせます。秘宝島に眠る宝は。秘宝島、光一郎のやつ元気にしてるかな。金田一、まだつかないのか。大丈夫かよ剣持ちのおっさん。昨日ちょっと飲みすぎただけで。そういえば五木さんが見当たらないけど。あのルポライターなら船室で何かゴソゴソやってたぜ。10月14日日向灘を一路秘宝島へ向かっている。船酔いがきついがこれも仕事だ。あの葉月光忠といよいよ対面できる。楽しみだぜ。あ、島だ。本当だ、島が見えてきたわ。また来ちまったな、秘宝島。早くはじめちゃん、だらしないわね。お前こんなにいっぱい何を持ってきたんだよ。大変だな、はじめちゃん。女性にはいろいろと必要なものがあるんです。おお、あ、私の帽子。Thank you.
Thank you.